はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。本日はですね、皆様もよくご存知のオンライン予備校であるスタディングをですね、運営されているキオラーニングの株価がやばいというお話をさせていただきます。スタディングを運営するキオラーニングというのは、実は上場会社ですので業績などがですね、公表されている。で、以前ですね、動画にもさせていただいたんですが、スタディングさん今ですね非常に赤字続きで、さらにですね業績の下方修正をしたということで先日取り上げました。で、今回はちょっとその株価についてお話をしたいと思うんですけれども、スタディングさん2020年の7月に、上場をしています。で、この時はですねもうコロナ真っ只中でオンライン予備校が来るぞと言われていて、もうすごく期待が高まる中でですね上場しました。で、上場時の公開価格といってですね、この公開価格というのは証券会社が、このくらいなんじゃないかと、値付けをするんですが、その公開価格は2300円だったんですね。で、ちょっとですねこの数字なんですけれども、21年の6月に、株式3分割しているので、現在の株価にならすと公開価格は766円でした。で、初値といって、公開された直後のですね株価というのは1786円ですね。3分割後の株価にならすと1786円ですので、これすごいですね上がったんですね。公開価格766円に対して初値が1786円つきましたので、もう一気にバーンと、上がって、そのまんま順調にですね、株価が上がっていきました。で、ピークの時にはですね、なんと、約6000円にまで株価がなってですね、この時の時価総額はなんと400億円になっていました。ところがですね、既存のですね予備校も強いですし、なかなかですね顧客獲得が追いつかないのか、どんどんですね株価、低迷してきて、一時期はね少し戻したんですが、そのままずっと低迷してきて、現在はなんとですね530円の株価ということなんですね。そして時価総額35億円ということで、ピークの時に比べて、ピーク400億円時価総額あったのが現在35億円、もう10分の1以下になってしまっているわけですね。で、時価総額35億円というのはこれ上場会社にしてはですねもうかなり低いです、はっきり言って。で、しかもですね現在の株価530円っていうのが、これもうどれだけ悲惨かと、初値が1786円だったので、通常であればですねこの1786円よりも上にいなければいけないわけですよ。この530円ってことは、最初にですね買った株主が全員損してしまっているという結果になっていますので、これはですね上場会社としては非常に、まずい株価の状況であるというのは、見ている方であれば分かるところでございます。はい、既存のですね予備校、特にですね老舗の予備校も、オンラインに力を入れてないというわけではないと思うんですね。当然私が司法書士の受験していた頃からオンライン受講っていうのはあって、コロナでオンライン需要が高まる中で、それをやっぱりうまくですね拾っているのがスタディングさんやアガルートさんだったというだけの話で、既存の予備校もですね当然オンラインの受講っていうのは提供しているわけなので、既存の予備校とさほどですね差別化ができていないっていうところも、はっきり言うとあるのかなと思います。なので、何かしらね差別化していく必要がある。で、テキスト教材に関してはこれやっぱり賛否両論あると思うんですね。で、その中身に関しては私もね、いい悪いっていうのは言及しませんけれども、やっぱり、コストでこれだけですね安く提供する以上は、少し何か足りないなって思うユーザーのね声もあるし、じゃあそれをですね、埋められるだけの何か別の価値を提供しているのかっていうと、今のところ、それをやっぱり見出していく必要性があるのかなって、そういう課題があるのかなというような、気はしております。はい。で、このスタディングさん、キオラーニングさんの社長の綾部さんという方はですね、日本オラクルというアメリカ大手の、研修本部で、いらっしゃったという経歴があって、そこから起業されているんですが、その経験を生かしてですねこの企業向けの、エアコースというのを提供されたりとか、いろいろとキオラーニング社自体自
身はですねスタディングの他にもこういったものを提供したりとかしてねいろいろ頑張っているところですので、まあ、なんとかですね黒字化に向けてですね頑張ってほしいなと思う次第でございます。はい、受験生にとってはですね予備校代っていうのは結構大変な負担ですので、それをやっぱり安く提供するというのは受験業界にとっては非常にいい試みだと思っています。で、ただやはりずっと赤字続きというところもありますのでね、何かオンライン予備校ならではの強さというのが何かしら提供できるといいのかなと思っています。老舗さんもねオンラインというのは提供しているので、それ以上の、こういうもの、まあ、やっぱり安さもそうですしね、そういうのが何かあって、黒字化転換できるといいなと思ってますのでね、また今後も注目していきたいというふうに思っています。はい、ということで本日はキヨラーニングさんの株価がやばいというお話をさせていただきました。本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。